ットライトがあって、ああいうものにセブンライトがあって、壁もあれなので、私の部屋で、そんな中で、みんなユニットバスなのに私、時は西暦、地球歴は丸一年ぶり。産声のない出産。呼吸も、泣き声もない。医師たちの救命行為の末、この世に生を受けた。この命、無駄にはできない。死んで生まれた俺の生き様、俺の考え、俺の悩み、俺の見たもの、感じたもの、触れたもの、すべてが奇跡なんだ。今ある当たり前のような命はいつまで続くのだろう。生まれ変わってもまた会おうな。お年は黒くすけど。Thank you.